はい、どうもこんにちは。今回はですね、サムネとかタイトルにもある通り、ハンダです。あ、じゃなくて、再生ハンダです。ちょっと目印つけてるんですけど、こっちが再生ハンダです。で、これ普通のハンダです。違いわかります？普通に置いといちゃうと、本当わからないです。なので、まあ、今回ちょっと再生ハンダの方にこうやってちょっとテープ貼って、目印つけておかないと、ちょっと僕自身ももう絶対わからなくなっちゃうんで、こんな感じです。それでまあ今回はたまたま再生ハンダがちょっとだけ手に入ったんで、まあせっかくだし普通のハンダとどのぐらい違うのか、もしくはあんまり変わらないのか、僕自身もこれが再生ハンダだって分かって使うのは初めてです。で、なおかつ手に入れた再生ハンダがどこまで質が悪いのか、もしくは質のいい再生ハンダなのかもしれないんで、まあ、ちょっと今回比べてみようと思うんですけど、あんまり差が出ないかもしれない。まあ、今回もすいません、僕の興味本位の検証になります。よろしくお願いします。まあ、とりあえずいつも通りハンダ流せる状態のサンプル作っていきます。まあ、今回はこんな感じね。もう完全に手抜きです。もうテープほんとぐるっと一周巻いただけ。まあ、今回これでいいです。なんでやねん。よし、とりあえず今回は、いや今回はじゃない、今回も特に何も変わったことはしません。普通にハンダ付けをします。とりあえずこれ普通のやつね。ちょっとだけも、下手すりゃガラス割れたかな。まあこんな感じかな。うわー、しわ寄っていいな。かな、うわー、しわ寄っていいな。次は再生ハンダです。まあ、とりあえずちょっとこれ普段通りに洗おう。よし、とりあえずまあ普通に洗ってきました。これね、普通のハンダ、再生再生再生ね。で、まずね、ハンダのこれカメラでは多分ほんとわからないと思うんですけど、肉眼で見るとそんな言うほど大差ないですよ。でもちょっとずつやっぱり、あ、でもこれが一番なんか汚いな。で、これもこれが一番あの不純物みたいなね、普通のも出てるんですけど、なんか一番少ない感じがする。じゃあ次にちょっとね、あのいつも通りちょっと磨いてみようと思います。よし、まあ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 、まだ出るかもしれないけど、とりあえず。で、次再生も磨いていきます。まあ、こっちもそりゃ黒く汚れるよね。これちょっとまあいつも通りティッシュペーパーで磨いてみて、この黒い汚れをちょっと簡単にですけど取ってみたら、なんかどれも一緒のようになってます。あんまり変わらない気がするんだけどな。これね、今回の再生ハンダって、僕が行く教室の先生が買ったハンダなんですね。で、再生ハンダって知ってて買って、で、使ってみたら、やっぱりダメだったって話されたんですよ。で、何がダメだったんですかっていうと、仕上がりが綺麗にこう、つるっとならないと。なんかこう、ボコ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 すると。普通のハンダに比べてね。で、やっぱり再生ダメだわって話をされたんですけど、ね、ちょっと試したいんで、1本もらえませんかって言って、じゃあこれ持って帰れって3本もらったのね。で、本当にそうなるのかなと思って、今やってみたら、そうでもないんですよね。なんていうのかな、使ってる固定だったりとか、状況状況によって、いろいろもちろん変わるとは思うんです。で、こんな
平面のまっすぐでハンダしてるわけじゃないですしね、作品作ってる時ってガタ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 してるところでハンダするんで、もっとこうハンダのその最後の盛りっていうか綺麗な仕上げって難しいと思うんです、こんなテストでやってるよりも。だからいろいろ状況でハンダの仕上がりって全然変わっちゃうんですけど、今やってる限りではなんか同じような感じになりました。ただこれもほんとちょっと検証してみようという企画だけではわからないんですけど、例えばこの状態のままで放っておくと何週間とか何ヶ月後に差が出てくる可能性もないことはない。もちろん差が出ない可能性だってありうりますけど、次ブラックパティーナとかパティーナ系でちょっと染めるのもやってみたいと思います。とりあえずまあ普通にブラックで染めていきましょう。じゃあここからいこうか。普通のハンダね。まあ普通に黒くなるよね。次は再生いこうか。まあ普通に黒くなりましたね。なんか変わんないよな。あ、そうだ、ちょっと別のやつも試してみよう、せっかくだし。まあとりあえず今回同色ちょっと試してみよう。よし。まあでもこんなもんかな。まあ、とりあえずこんな感じ。これ同色もね、なんか普通に綺麗に同色になったし、ブラックも、まあ、今はまだちょっとツヤ出てないですけど別に遜色ないですよね。じゃあちょっとツヤ出してみようか。まあ、今回もワックスとかじゃなくて空拭きでちょっとツヤ出します。これ分かります？さっき同じような感じだったんですけど、まあ、こっちの方がツヤ出てきてますよね。ただティッシュで空拭きしただけでね。これで両方ともさっきよりはツヤが出た感じ。同色はね、もう花からツヤが出てるんで特にまあツヤを出す必要もないとは思いますけど、まあ一応やっとこう。ちょっとツヤ出たかな。でこいつはハンダそのものなんで多分まだまだ黒っぽいのが出るんじゃないかな、やっぱりね。なんかね変わらなかったよ、まあ、普通のハンダ、再生ハンダ、再生ハンダ、再生ハンダ。なんか僕が今回テストした限りではなんか結構普通に使えたかなという結果になりました。その先生に再生ハンダこれが悪い、こう表面がどうのこうのって言われた時に値段結構安かったんですかって聞いた時に、いやそんなに変わらなかったと、若干安いけどあんまり変わらなかったよって話だったんで、まあ、今回分かったのはこれ結構ね質のいい再生ハンダだったんだと思います。今回僕が結構思ったのはハンダの質の良し悪しっていうのもあるけど、やっぱりね一つ一つの作業のクオリティ、もちろんフラックスは多すぎるといろいろちょっと汚くなるし、ハンダの付け方だって綺麗にやっぱり表面をポコッとつるっとこうね仕上げた方がやっぱりこう磨く時も磨きやすいしとか、一つ一つの作業の丁寧さ粗さっていうのが結構影響するのかなと。ただもちろんその作業してる状況にも本当左右されるので一概にこうだああだっていう風に言い切ることはできないですけど、まあ、今回再生ハンダの検証してみて、まあ、結果はねやっぱり再生ハンダの方がダメでしたねっていう面白い結果にはなりませんでしたけど、これはこれでね、まあ、結果としては良かったんじゃないかなと思います。再生ハンダも結構使えるかもしれないよって思います。まあ、もちろん質によりけりなんですけどね。まあ、とりあえずこれはこれでねちょっとこのまま置いときます。なんかこう普通と再生の方と表面が全然違ってきたとかってなるかもしれないんで、これはこのままちょっと置いときます。はいはい、というわけで、まあ、今回の検証は以上です。